飾り咲き生かした波はいつか来るから Light 叫んだ I love you は波音を駆け知ったミスチルはユーミン以下です。今日はなぜそう思うのか、理由や根拠をね、喋っていきたいと思います。はい。まあ、今年ね、ユーミンデビュー50周年ということで、この間出ましたね。このベスト版。ユーミン万歳ですね。はい。まあね、僕ユーミンマニアなんで、日本一のね、日本一のユーミンマニアでもちろん買いましたよ。でね、まあ、ミスチルも今年デビュー30周年なんですよね。そう。で、まあね、本当に記憶にも思い出にも残らない30周年だったと思うんですよ。まあ、僕はそう思ってるんだけど、そう。で、ライブもね、30周年記念ライブ行きました。3回。まあ、2回は生で行って、で、残りの1回はまあ配信で見たんだけど、まあ、計3回見たんだけど、記憶にも残んなかったし、30周年でこれって、そう、期待して損したって思ったんですよ。まあ、ライブもほんとクソで、で、今年まあね、もうデビュー30周年イヤー、まあ、2ヶ月あと今年終わるけど、なんかもうそれ以降発展がなくて、まあ、クソのまま終わるんですよ。あっけなく終わるんですよね。そう、ほんとクソみたいな。30周年だったんですけど、まあどれだけクソだったかっていうのはもうね、過去の動画で語ってるんで、もうここでは喋りませんよ。今日はいかにミスチルがユーミンより踊ってるっていう、まあね、点をね、今日は喋っていくから、まあもうミスチルの悪口はもう言わないでおこう。うん。で、まあそんな感じで、まあこれからまた新たにミスチルの悪口を言うんで、で、なんでね、ユーミン、まあミスチルよりユーミンが、まあ勝ってる。そう、ミスチルがユーミンより踊ってるかっていうと、まあこのベスト版の比較でも、もうユーミンの圧勝、ぶっちゃけ。まあ、ミスチルね、そのさっき言ったクソみたいな30周年ライブをやったんだけど、クソみたいなベスト版も出してるんですよ。30周年記念でね。で、そのベスト版がね、クソでしたね。まあ、今まで聞いたことある曲の、まあ、抱き合わせっていうのはまあ、ベストってそういうもんだから仕方ないんだけど、なんかライブディスクみたいなのもね、入ってるんですよ。そのベスト版ね。で、このライブディスクがクソなんですよ。そう。ライブ版聴けるからいいじゃんって思うかもしれないけど、僕ミスチルのファンで DVD とか腐るほど見てるんですよね。で、聞いたことある DVD の音源のディスクなんですよね。そう、いやねーと思って。なんか、どうせだったら、その、ライブ DVD にもされてない、レアな音源とかを入れるのが、やっぱり、ミソじゃないですか。そう。なんだけど、まあそういうサービス精神がね、皆無だからミスチル。そう、だからもうそういうね、結局ベストなんですよ。そう。だから買う価値ねえなって思ったし。で、なんでね、このユーミンのベスト版。まあ、収録ね、このユーミンの方も、正直言うと、収録曲見た時は僕買いだとは思いませんでした。いらねえと思ったんだけど、リミックスされてるって聞いて僕ね、ベスト版買ったんですよ、50周年記念。で、こう、リミックスとかされてるなら、ミスチルも買ってましたよ、もちろん。うん。だって、今まで聞いたことあるような音源じゃないじゃないですか。リミックスってね。まあ、音源一つ一つ、ギターとか、ベースとか、ボーカルとか、あと、後ろね、ストリングスとか、まあ、そういうのも、再調整される。再調整することをリミックスって言うんだけど、まあ、そういうなんか、今まで聞いた音源じゃない、音源で聞けるっていうのが、そのリミックスされてるところでね。まあ、いいところなんだけど、まあ、そういうこともされてないと。そう。買う意味ないじゃんって、思うんですよね。僕、だから買ってないんですよ、ミスチルのベスト版。そう、クソだから。うん。という感じで、なんか、こういうことを、してくれるのはやっぱりユーミンのすごいところ、ありがたいところですよね。そう。だから、もうユーミンの圧勝じゃん。うん。もう説明するまでもないね。もう説明終わったよ、ぶっちゃけ。うん。まあ、そんな感じで、まあ他に言うと、その30周年記念で言うと、僕は、まあベスト版とかじゃなくて、リミックスじゃねえや、リマスタリング版を期待してたんですよ、ミスチルはね。だけど、まあ、リミックス版じゃ、リマスタリング版も出なかったし、アナログレコードもね、出てないんですよ、ミスチルって。まあ、一枚出てるんですけど、全然出てないっていうと語弊になるんだけど。そういうなんか、リマスタリング版とか、あとそのアナログ版をね、期待したんだけど、そういうのも出ないし、そう、30周年でやったことっていうと、そのクソみたいなベスト版出したっていうのと、クソみたいな30周年ライブをやったっていう、そう、だからクソみたいに終わるんですよ。そう、クソみたいに30周年が終わるんで、いや、もう残念だね。うん、僕はもう期待してないんだけど、まあそんな感じで、でもユーミンは裏切らないんですよ。いやー、まあ、ユーミンは、まあ、こういうベスト版もそうだし、あと、リマスタリング版も出してるし、そう。いやー、やっぱりね、こういうところですよ。やっぱ音楽マニアというか、本当に音楽好きな人に寄り添ってくれるのがユーミン。うん。まあ、ミスチルはね、もう信者とにわかファンに媚びまくる、バンドなんで、やっぱ、僕と相性悪いですね。はっきり言って。うん。まあ、僕も彼らの応援は一切しないんで、もう30周年で僕愛想ついたんで、うん、僕はもうユーミン一筋でね、やっていきたいと思います。はい。
そんな感じで、まあもう喋ること終わったんですよ、ぶっちゃけ。うん。なんだけど、このチャンネルなんだけど、8分間話さないといけないんですよね。うん。なんでちょっと8分間ね、ちょっと、だらだらと喋ります。はい。もう本編終わったんで、動画切っていいです。もうここから雑談です。はい。いやー、まあね、ユーミン、そう、今年ね、その50周年記念を出したけど、まあね、この流れ、いいっすね。うん。まあ、これがね、35周年の時かな。これ、めちゃくちゃほど聞いたんですよ、これ。これは、そう、2007年かな ?2007 年に出て、親がね、そう、僕の母親がユーミンファンで、そう、僕、それの影響でユーミン聞いてるんですけど、一番最初に聞いたアルバムなんじゃないかな、この。これね、どういうアルバムかっていうと、あの、春夏秋冬、季節ごとに分かれたベスト版で、こっちがまあ、春、夏、で、こっちが秋、冬みたいな感じで、そう、これ腐るほど聞いたね。そう。これを聞いたおかげで、今の、その、ユーミンマニアの僕がいるんで、まあ、そういうことはどうでも来て、まあ、これもいいし、で、まあ、次に出たこのね、日本の恋というユーミンと、これはね、その、結構マニアックな曲も入ってるんですよね。そう。そう、それがいいところ、そう。まあ、このね、ユーミンからの恋の歌と、この、日本の恋というユーミンとは、そういうなんか、シングル曲とかじゃなくて、なんか、あ、こういう曲入れるんだ、みたいなのも入ってる。ベスト版だったんで、まあ、すごいいい流れだったんですけど、まあ、今回ね、この50周年は、これで、まあ、収録見たときは、あれみたいな、マジかよみたいな、今までの曲、しかもこの2枚に入ってるような曲ばっかりじゃんみたいな、思ったけど、まあ、リミックスされてるっていう点がね、やっぱり大きいっす。うん。リミックスされてるなら僕、何でも買います。ぶっちゃけ。うん。やっぱり、聞きたいんでね。そう。まあ、僕一応作り手なんで、そう、僕もミュージシャンやってるんで、そう、あ、こんな感じで変わるんだっていうところを聞きたいんですよね。そう。やっぱりそういう意味で勉強にもなるし、だからリミックス版ね、うん、もっと聞きたい。このベスト版じゃなくて、どうせだったら、まあ、飛行機雲、まあ、荒井由実のファーストアルバムね、とかのリミックスバージョンとかさ、そう、聞きたいっすね。まあ、ユーミンはね、もう、30何枚もアルバム出てるから、今更っていうか、今から全部リミックスアルバム出すっていうのとね、ちょっとね、大変だろうとは思うんだけど、うん。まあ、そんな感じで、いやー、来年じゃねえわ、5年後のね、55周年はね、どうなんでしょうね。もしかして、またリミックスシリーズが来るんかな。そう。でもまあ、ベスト版はいいかな、ぶっちゃけ。だからさっき言った飛行機雲のリミックスとか、まあ、音源があるかどうかわかんないけどね。そう。そういうところ聞きたいですね。うん。なんかもうベスト出さなくていいよ、マジで。うん。まあ、ユーミンもそうだし、桑田佳祐もそうだし、まあ、ミスチルもそうだし。そう。なんかもうベストはいいよ、もう、本当に。そう。たまに出すぐらいがいい、本当マジで。うん、そんな感じです。はい。あれ、まだ8分終わんねんかな。ちょっと久々に喋るんでね。ちょっと喉がね、パキパキですわ。あ、そう、あと、ユーミンの、僕が好きなユーミン、ベスト30っていうのをね、今作ってます。そう、今までも、本当に、マニアックにね、選出してるんで、僕結構そのマニアックな曲も好きなんで、もう全アルバム、そう。だからもう、ファーストアルバムの飛行機雲から、まあ、最新の深海の街までの、もうベスト版とか、まあ、シングルもね、そのカップリングとか、そのアルバムに入ってない曲とかも全部含めて、僕が好きなユーミンベスト30をね、今度、やりたいと思うんで、ぜひね、見てください。はい。という感じで。じゃあ8分経ったんで、終わりです。夏の Dinner.